こんにちは、日本改革党くつざわです。街頭活動お手伝い募集、活動内容は主にチラシ配りです。まあ、ちょっとは演説もしますけれども、途中参加途中離脱も大丈夫です。日時は党員メールをご覧ください。よろしくお願いいたします。昨日の動画でですね、カイラギさんをカイランキさんと読み間違えました。すいません。私自慢じゃないですけど、ガジガジの理系で漢字あんまり読めないことが多いです。特に地名人名は難しいですよね。維新に無断でロシアに渡ったエージェントムネオが除名処分。向こうで私はロシアの勝利を信じると言い、現地メディアに都合よく使われたみたいであります。世論です。おせんだよ。ムネオは今までずっとロシア寄りの発言してたはずなんだが、なんで今更そのままロシアに帰化すればいい。ロシアのことばっか、日本国内のことより熱心だよね。なんで今更これ容認してると思ってたわ。無所経験者だから怖いものがないべ。ロシア兵に志願していいよ。さらにムネオ、ロシアの勝利を信じる発言は希望しているんではなくて、私がロシアが勝つと確信しているからです。ウクライナが勝つと思いますかと弁明。世論です。そもそも行くなよ。ロシアに行ったらそう言わんとあかんかった。では、日本には好き放題言える自由があってよかったな。いつも同じこと言ってるんだから切り取りも何もないだろう。切り取りも何も日頃の言動でアウトと。これの前はこんなこと言ってたんですよ。全文はですね、ソ連の力がなくては第二次世界大戦において連合国の勝利はありませんでした。このウクライナとの戦争でもロシアが勝つと信じています。まるでね、連合国が勝ったのが正義で日本が負けたことが正義のように言ってるけど、こいつ日本人なんですかね。気に入りませんね、この発言は。ロシアが勝つと思っててもいいが、口にしちゃダメだろ。しかもロシアのメディアの前でね。勝手に外交が感づらしてですね、都合よく日本人の総意って放送されるじゃんね。我々が行けば北海道の人々はもろ手を挙げて歓迎するって、誤解しないこれ。そんなね、あれしてとさ、こんな発言が日本人の総意って思われちゃってさ、誤解して攻めてくんじゃね。ウクライナそれだん。ウクライナは、ロシア軍を大歓迎するっつって、そう思って攻め込んだら、あれおかしいなって抵抗されてね、今に至ってるわけで、昨日も言いましたが、たとえ本当に、ウクライナがネオナチでも、それがどうしたと。たとえ、ウクライナ政府が、悪魔の政府で、ウクライナ軍は悪魔の軍でも構わないんじゃない？隣国じゃねえんだからさ、日本が攻められる心配ないんだからさ、ロシアは違いますよ。ロシアに攻められる、恐れ、可能性は十分ありますよ。ロシアがウクライナに勝ったら、調子に乗って北海道を攻められることを心配してんですよ、私は。そのためにはロシアが話も出ないほど、立ち上がれないほどボロ負けするのが、国益であります。ロシアの勝利を確信してる場合じゃねえだろ、胸を。国会議員がそう思ったならロシア勝ちそうだな、思ったらですね、なんとかロシアが勝たないように、北海道が攻めらんないように策を講じるのが政治家の仕事なんじゃないの。ロシア行ってロシアが勝つと思いますって言ってくんのが政治家の仕事じゃないんじゃないの。まあ維新除名は妥当、なんなら遅すぎるぐらいですね。この売国発言は議員辞職に十分、値すると思うんですけども、今75歳で引退考えてっからやりたい放題言いたい放題なんすかね。さらに恐ろしいのがエージェントムネオの娘タカ子がですね、自民党で外務副大臣っていう事実。親父つながりでこいつが外交でですね、ロシアに甘い顔しないように要監視監視してないといけないですね。それにしても親族にスパイがいる議員を外務副大臣にすんなよな、自民党な。これおかしい人事じゃない？うすうす感づいてましたけど、自民党って相当バカですよね。中には切れ者も、いるが、集団となると途端に知能が
だだ下がるのはなんでなんだろう、おかしいな。ゼレンスキー大統領、グラナダで開かれた、スペインですか、グラナダで開かれた欧州政治共同体首脳会談で、我々が負けたらロシアは違う国をの攻撃を始める、次はあんたらだぞ、我々が負けてもいいのかと釘を刺した。世論、それが嫌なら武器よこせってね、ずいぶん焦ってるみたいだけど、ポーランドは NATO に加盟してるからそれはないのでは、 NATO に加盟してないところは全部対象になるってことだぞ、そんな連続で多国侵攻できるかな、頑張ってロシアを弱めてくれと、ウクライナの西はポーランドなんですけど、ウクライナが占領されたらですね、次はポーランドと考えるだろうけど、ポーランドはNATO に加盟してんですよね、そしてですね、NATO 全体が出てきますんで、ロシアはNATO とガチンコするぐらいだったら、米国しか同盟国がない豊かな国を狙うんじゃないか。NATO って米国ももじってるわ、英独仏もいるわ、で、米国単体よりも手ごわい、都合よく9条っていうですね、日本人は抵抗せずに殺されてろっていう、世界中どこにもないバカな憲法もあるしね、スパイ防止法も世界唯一ないから、国内を混乱させる工作もしやすいんじゃない、なんかどっか爆破したりさ、これが分かってないバカはですね、ウクライナが ネオナチ、プーチンは光の戦士って言ってんですよね、バカですね、明日は我が身なのに、すでにアイネはロシア人ってロシア政府断言してるしね、これはロシア人保護のためつって北海道に、攻め入る口実にするつもりですよね。松川類参議院議員、自民党国防部会代表代理兼副幹事長になりました、幹事長と違って副幹事長は何人もいるらしいんですけれども、フランス研修が観光旅行のようだと批判を浴び、女性局長を辞任したが、なんか昇進してないこれ、あとね、フランス研修の報告書見せねえんだって、部外秘とか言っちゃって、世論です。自民党ってなんで問題起こすと出世すんの、女なら人格とかなんでもいいのか、国防言うならパリよりウクライナ視察に行けよ、情弱の自民党らしいね、あの写真をアップしてなければ今頃閣僚だったのにな、あの写真で叩かれるって予想できないあたり、危機に鈍感なんじゃ、そんな人が国防部会の代表代理になっていいのかな、国防とか舐めてるの、自己防衛のプロだから、防衛できてねえけどね、なんか国のために服役すると出世する世界みたいですね、これ、これではっきりした、あ、自民党の上の方、人事ができるぐらいの上の方、ネット全く見てないですね、松川がどんだけネット上で批判されてるか全然分かってないですね、やっぱ自民党ってバカですよね、少子化対策とか言っちゃって、赤ちゃんのおむつが消費税 10% で新聞が 8% ってなんだよ、バカすぎんだろっていう話、自民党内部会、内部会が、消費税 5% を提言したことについて、松野官房長官、社会保障の重要な財源であり引き下げは慎重に検討する必要がある、慎重に検討するはやらないっていう意味ですね、やっぱ口だけでした、やらないっていう、世論です、社会保障を減らしていいぞ、経済が良くなっていると騙して上げた消費税は絶対に下げません、氷田の高齢者を支える財源、社会保障は社会保険料でやりくりしてよ、じゃあ消費税がなかった頃はどうやって支えてたの、じゃあ俺たちは何のために社会保険払ってるの、これも何度も言ってますが、財務省の究極の目的ではですね、100% 徴税し、すべて財務省の差配で配分するの、チュチェ思想って言うんですか、主体思想、北朝鮮みたいな、愚劣な愚民は金の使い道を考える必要はない、これの実現のためならどんな嘘もつくっていうのが財務省ですね、その一つがですね、国債は国民の借金、本当は資産なんですよ、銀行に預ける金に利子つくじゃないですか、あれ国債ですから、消費税は社会保障のためだけに使いますっていうのも嘘、消費税の
税収総額は絶対に社会保険保障費を上回らないんだから、これも詭弁ですね。金に名前が書いてあるわけじゃなしね。だが松野官房長官も自民党もこの詭弁にまんまと納得しているようですけど、あんたら騙されてる、金に名前書いてね、絶対にあの社会保障費の方が多いんだから、消費税、全額よりも。入管が実習生失踪が著しく多い、カンボジアの3つの窓口組織からの受け入れを半年間中止、永久にじゃないのか。随分甘いですね。世論です。1万人も失踪してんのかよ。予定失踪数に達して、お役御免といったところか。いや、まずベトナムだろ。失踪技能の実習だから。で、消えた奴らはどこ行ったんだ、不法滞在増える一方、もうやめようぜ、この制度。まったくだ。半年間停止って永久できんじゃないのか。去年の失踪実習生の、は、驚愕の9006人。これがそっくり不法滞在者に、引いては窃盗団に。だから、制度そのものやめろって。唯一の同盟国からも人身売買って非難されてんのにね。三つの組織だけじゃなくて、カンボジア全体からの受け入れ永久停止したら、通貨制度自体やめろって話。人身売買企業が実習生使ってますね。石垣駐屯地で開かれる開放イベント中、無料で隊員がカレーを振る舞う予定であります。市民団体、カレーの無料配布をやめろ申し入れ。八重山日報、自分らが食わなきゃいいだけだろ、こいつらバカなのか。綺麗な八重山にはまあが報道していました。世論です。坊主憎けりゃ、自衛隊の人気が上がってしまうではないか。自衛隊に文句が言えれば何でもいい。気候を繰り返し、どんどん世間から乖離していくパヨさんたち、自分らの工作活動がカレー一杯に負けちゃうのが悔しかったか。貧乏パヨこそ列に並んで食わせてもらえよ。災害救助活動の訓練だぞ。あ、そっか。あ、災害の時に無料でね、炊き出しとかやるもんね。防衛妨害活動ですね。日頃あんなに頑張っているのに、カレー一杯であの自衛隊の人気が上がっちゃうのが気にないんでしょうね。市民団体って言っても日本人とは限らないし、最近ではですね、市民団体って目にしただけでろくでもない多分って警戒してしまいます、私なんかは。自衛隊員のため血液製剤を自律的に確保備蓄する体制を構築する有識者会議初開催。自衛隊員用の血液製剤調達機関今までなかったんかーい。何それ。遅すぎな気もするが、まあ、戦時食料調達新法といい盛り上がってまいりましたね。10月4日全米でスマホ、全部のスマホ、テレビ、ラジオに緊急警報テストを実施。ロシアの核使用を想定してのことですかね。日本にも米軍基地やから何発かは落ちてくんじゃない、核ミサイル。途中で全部撃ち落とせればいいんですが。福岡のユニクロで35万円分の商品を万引きした4人のベトナム人窃盗団逮捕。ユニクロで35万円分ってすごいんじゃない、量が。どうやったんだ、言って。こいつらも実習生失踪、不法滞在、犯罪組織形成の王道ルートですかね。実習生を使っている企業や農家、実習制度を運用している省庁、自民党議員は、こういう犯罪被害の責任を一切取らないですよね。米国でのデモ映像がネットにアップされておりまして、デモ隊、難民を受け入れろ、わーわー、記者、じゃあ難民受け入れリストに登録してもらえますか。市民、うちは賃貸だから、うちは狭いから。ああダメダメ、記者、他人任せなんだ。じゃあ難民はどこに住めばいいの。市民点点点点点、俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ。パヨは世界中どこ行ってもこれであります。ベルンダイ、パヨはパヨ界で目立って階級を上げる目的で社会破壊活動をするエゴイストと、昇進するため、パヨ界で昇進するために、破壊活動、パヨ活動、
に励むエゴイスト、無責任なバカじゃないとパヨは続けられないみたいですね。自分がこれやった結果、主張した結果、どうなるか予想できるような賢者はパヨになれません。トランプ政権が行っていた南部テキサス州のメキシコとの国境の壁建設、バイデン政権になって中止されていた、不法滞在者流入激増に耐えかね、建設再開。トランプ大統領、ちょっと待て、俺と俺の支持者に謝れ、と声明。ここでも、俺が言う綺麗事をお前らが実現しろ。で、やってみたらダメでした。ここでも将来を予想できる知能があったら、パヨはやってらんないみたいですね、アメリカでもね。未婚女性意識調査。妥協するぐらいなら結婚しない。72%。世論です。そりゃそうだ。結婚して子供を産むのが一つのゴールじゃなくなったから。そりゃそうなる。今の時代、ほんと一人でも楽しめるからな。勝ち組男捕まえられる女さんは、そもそもこんな質問に回答しない。一人で耐えられるなら、独身でも余裕。妥協される側でもあることを自覚してない。女の方が孤独体制強いし、年取っても友達いるし、幸福度高いし。妥協しまくりで結婚しても、生まれてくる子供が難儀だから、それでもいいと思う。そりゃ、自ら不幸を選ぶ人はいませんわ。妥協戦は、もっと多いかと思ってました。72% どこじゃない。9割方、妥協しないって、女さんばっかなのかな、思っておりました。女性は8割の男がうっすら嫌い。男は8割の女性がうっすら好き。男は、女性の8割は受け入れられると。女性は、男の2割しか受け入れない。あとは、生理的に無理とか言って弾かれちゃう。生涯で産める子供の数に限界がある女性、男よりずっと少ない女性は、種に質を求めるっていうのは、本能だししょうがないですね。選ぶっていう。男を選ぶ。選びまくる。良さげな種に集中するから、競争相手が多くて、女性大変だな、男より大変じゃないかな、ひょっとしたらな、なんて思っております。というわけで、街頭政治活動のお手伝いさん、メール党員さん限定で、募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。